明日は何の日のお時間です。今日は、茶番なしなんだな。制作の進行が遅れていて、茶番を考えてる余裕がないのよ。ま、そんな日もあるさね。では、ヘッドラインからよろしくだぜ。7月30日土曜日は、こんな日になります。国際フレンドシップデー、人身取引反対世界デー、プロレス記念日、梅干しの日、明治天皇祭、大正改元の日、ターザンの日、生サーモンの日、消費生活協同組合の日、お母さんが夢に乾杯する日。それでは、それぞれの解説をよろしくなんだぜ。国際フレンドシップデー、国際友情デー、2011年7月の国連会議で制定された国際デー、インターナショナルデーオブフリーンドシップ、国や文化を超えた友情が、世界平和を促進することを想起する日です。どこの誰だろうが、結局は同じ人間だぜ。人身取引反対世界デー、2013年12月の国連総会で制定された国際デー、ワールドデーアゲンストトラフィッキングインパーソンズ、人身取引人身売買が、まだ世界中に蔓延していることを啓発し、人身取引を防止抑制すること、被害者の保護支援を行うことを目的としています。毎年、7月30日を目安にして、啓発のためのイベントやキャンペーンを実施しています。プロレスの日、昭和28年1953年7月30日、日本プロレス協会が結成されたことに由来します。日本プロレス協会は、プロレスラー力道山が中心となり結成されました。力道山は、戦後日本のプロレスで絶大な人気を誇っていたプロレスラーなんだぜ。元力士で、空手チョップが得意技の、プロレスラー。ちょっと盛りすぎな感じもするけど、本当に強かったんだぜ。梅干しの日、和歌山県日高郡南部町の株式会社東農園が制定しました。和歌山県ってことは、南高梅だな。この頃になると新物の梅干しが食べられることと、梅干しを食べると南が去ると昔から言われてきており、南が三霊で、南が去ると読ませる語呂合わせから、7月30日に制定されました。毎日、一粒食べるといいって言うんだぜ。明治天皇祭、明治45年1912年7月30日に、明治天皇が崩御しました。このため、大正の間は、7月30日を明治天皇祭選定祭とし、祭日となっていました。昭和になると、明治天皇祭は行われなくなりますが、代わりに明治天皇の誕生日旧暦9月22日や矢印新暦11月3日が、明治節という祭日になりました。その後、11月3日は、戦後に日本国憲法が公布されたことから、文化の日として祝日になるんだぜ。大正改元の日、明治天皇が崩御したなら、当然、同日に次の天皇が即位します。そんなわけで、明治45年はそのまま大正元年となり、大正天皇の即位日であり、明治から大正へ改元された日となります。崩御と、新天皇の即位、改元はセットなんだぜ。大正の由来は、中国儒教の越境丹田林家にある大通る板だし、天の道や大江に通ると堀手持って正しき派、天の道なりの一節から、人の意見をよく聞いて、正しく行えば、天の道天意に沿った政治であるといったくらいの意味になります。ターザンの日、ワーナーブラザーズジャパン合同会社が制定しました。平成28年2016年7月30日に映画ターザンリブ ORN が公開されたことから、これを記念して制定されました。なあ、霊夢。普通は、こういう日って、第一作目の公開日につけるものだろ？この先、続編が出たら、どうするつもりだ？また、ターザンの日にするのか？まあ、こういうのは映画の宣伝のために制定するものだからね。その時に適当になんとかするんでしょ？生サーモンの日、サケマス類を中心に養殖加工販売する株式会社モーイジャパンが制定しました。7で生、30でサーモンと読ませる語呂合わせから、7月30日を生サーモンの日としています。サーモンは、回転寿司でも人気の食材なんだぜ。ほとんどが、マスを海で養殖して、大きくした、トラウトサーモンだけどね。
消費生活協同組合の日、日本生活協同組合連合会が制定しました。昭和23年1948年7月30日に消費生活協同組合法通称生協法が公布されたことに由来します。お母さんが夢に乾杯する日、株式会社お母さん業界新聞社が制定しました。孤立した子育てをなくし、お母さんの笑顔をつなぐことを目的に、7月30日7時30分に一斉に乾杯するイベントを行います。お母さんじゃないけど、参加してもいいのかな？いいんじゃない？その時間に乾杯するだけなんだから、誰にも迷惑かからないわよ。今回は、ごめんなさい。おまけは割愛します。制作が遅れたからか？いいえ、7月30日のブログを書いていた時に、時間がなくて、おまけを用意できなかったのよ。何かと不手際が出てしまい、申し訳ないんだぜ。とにかく、今回は、ここまでです。明日の話の種になるようなネタはありましたでしょうか？人身売買は、未だ根絶されていない問題なんだぜ。難しいけど、なくしてしまわなければならない問題よね。明治天皇が崩御したから、大正改元の日だぜ。よく考えると、崩御から即位、改元まで、一日で済ましてしまうって、なかなかすごいことよね。大体、こんなことだったな。このチャンネルでは、毎日の記念日について、ちょっとした雑学を交えながら紹介しています。毎朝8時に、動画を更新しているので、もし気に入ってもらえたら、チャンネル登録しておくと、チェックしやすいかと思います。動画制作の励みになるので、コメントなんかいただけると嬉しいんだぜ。感想や、間違いの指摘、リクエストなど、何でも書いてほしいんだぜ。それではこの辺で、明日も特別な一日を。